お疲れ様スラッです。今日はですね、こちらホグディガーフリーズというね戦術をやっていきたいと思います。さあこちらね、なんかマルチ上位で一人だけね使ってる人がいました。最近というかちょっと前なんですけど、キョスケがぶっ壊れだった時代ですね。まあ今も強いんですけども、まあ、ちょっと前ですね、ほんと1ヶ月ぐらい前のシーズンの時にこのデッキを愛用してる人がいて、結構マルチ上位にねほんと行ってた記憶があったので、掘り起こして、はい、やってみたいと思います。でアイスイズが入ってるのにトルネードが入ってないとか、まあ、呪文がフリーズだけとか、まあ、ノーマルレアのこう言ったら弱い代表、雑魚カード代表であるババとガゴムレがいるっていう、まあ、意味わかんないデッキなんですけど、まあ、クラルワって結局どんなデッキでも成り立つみたいなとこあるんだよ。なんとかなる。さあこれ引いちゃいけねえやつ引いたかもしんない。マザネクだけいけないんですよこれ、マジで。冗談抜きでダメなんですよマザネクは。さあまあマザネク、まあディガーで頑張ってとかかな。ディガーでマザネク潰してなんですけど、これ5ウッドの環境最強クラスのロイじゃないですか、もしかして。マジロイ8コスにしてくんねえかな。いや7コスでも許せん。8コスだよ。さあ、まあ、マザネクやべえんだよな冷静に。これマザネクやばいんですけど、まあ、どうにもできない。どっちか当たらないの。ああいいよな、そりゃそう、当たんないように出してんだもん。ミスったみたいな顔してるんですけど、いや当たんないように出してんだよね。そこマザネクやべ、あこれはやべ、わーマジでフリーズ一番やっちゃいけんすねこれ。持ってるのもバレたしみたいなマジで私やべえ、めっちゃ綺麗な防衛されちゃった。さあマイスイザー最強、まあ、ガゴムで、おおババはこれ邪魔だと思ってたんですけど意外といいかもしれない。さあこれ5を使わして、おいいぞ、ガゴムレ。いやディガーも行っても良さそうだったけど、そんなことするとこっちが守れないんで、あこれアイリス取っといた方が良かったかな。踏んだ時のさスケルトン処理が強いじゃないですか。おまもういやいやこれワンチャンあるぞ、一回守。いやでもマザネク事故でワンパンされそうだな。うん天才いた。まあ、ここはモブでフリーズで、いや強っ、マザネクそんなにやれるんだ。おい危ね。さあこれ芝フリーズさえなければ多分もうちょっと楽な展開にはなったと思うんですけど、いやまあまあマザネク絶対きつい、マザネク絶対きついけど、きついね、きついです多分これ。でもガゴムレとババってファイボがきついんですよ、しかもなおさらだから相手がでも特にライトニングとかだった時に最強になれる。そうでも今ファイボウッドにも戦えるならなんとかなりそうですね。なんかフリーザが結構重要になってきそうだな。いやなんかむずいな、これやることがなんだろうな。なんかね、攻めパターン防衛パターンなんかむずいっすね。ホグディガーで攻めんのか、ディガーだけで攻めんのか、ホグだけで攻めんのかみたいな。
まあおもろいっちゃおもろい。まああとは一つ結構おしゃれな技としてはあれっすね、やっぱトルネード持ちとかに対してホグ飛ばすとやっぱキング起動されちゃうと思うんですけど、ディガーをなんかホグが座れる、なんだろう、通路上に飛ばしたりしてキング起動阻止みたいな技もあるんですけど、キング起動阻止、ディガーはキング起動されるけどホグがぶっ刺されるみたいな、説明がちょっとむずいんですけど、なんでまあ飛ばす位置とかそういうのも考えながらさ、今回相手はあーザップスキーだっけ、ファルチェバルみたいな感じかな多分。これ悲しいで、これゴホスです、これ。あーやめてくれ、お前らバカか、行くんじゃねえ、勝てねえだろそんなんじゃ、おーマジでバカ。多分そうっすね、ファルチェバルのボム型かなだと思うので、まあファルチェがいるかわかんない、アイウィズ型とかいろいろあると思うんですけど、ホグはこれいらないっすね。はい、ホグ忘れます。で相手が攻めとるんとか使ってきたところをあのあれしますか、僕はホグ飛ばすか。はい、そんな感じで一生ちまちまやってきます。これ読んできたらすごいけどなマジでちま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 。あ、あアイスイズ入ってんだからトルネがある率高いでしょ、俺バレてた。ガグムレ登場。いやホグはな結局行かなくていい気がすんな、そんなリスクを負いたくないっすね。お、え、え、え、待てよ、今俺の目が腐ってなければ人気度して、これホグを刺すと見せかけてギガを刺してます。近畿道ミスるでよ、やつ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 さあ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 、いや、いいぞ、相手もびっくりしてですね、え、なんでさあ、しかもアイスイズが結構、おボボ、姫を守れ、お前らの仕事だ、よし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 、いやさあファルチ来た、まあ一旦もうディガー削りっすよね、こんなディガーでカッツンカッツン、なんならディガーフリーズまで、お皆さん見ましたよ、まあ暇なんで一旦フリーズしてホグ一発入る、え、ガゴムネか、ガゴムネがめっちゃ入る、おいさあ強っちょっと待ってやばない、なんか相手も多分ねはって思ってる、何これ意味わかんねえじゃんと思いながら戦ってたと思うんですけど、トルネ施設、施設とね、いやよかったな、なんかババがめっちゃ頑張ってたぞ、なんか大型以外ねあんまやっぱ活躍するイメージないんですけど、姫の防衛にね、姫の防衛に貢献してましたね。まあなんかこういうデッキだとね結構癖のあるプレイをちょいちょい挟まないといけないというか、まあ挟みやすいのかな、そういうプレイを。ガゴムレが残りました、ディガーでプリンセス読みますみたいな、マザニク読みますみたいな、なんかいやらしい、うわーだるいわそれみたいなことがおことをするデッキみたいな、それ用のデッキみたいなとこあるっす、ね、やべえこれ全部右行くかな、あよかった、やべ、こっち来て、ババ戻ってこい、下がれ、ああええやん、さあペッカターン、ペッカターン、ダクプリーか、あー分かんねえな、一旦アイビスでゆっくりにして考えよう、5来たらガゴムレでもいいと、あーラムなのか、ダクプリで、さあお願いザップだけはマジやめてほしい、あーマジで最悪なんでザップなのかペッカラムは、
そう。まあ一旦プリンで削るのもありだな。マジなんかプリンセスチートだよな、うん、まあフリーズかババかの、おっ、うん、まあババはペッカボーイには結構強そうだな。さあディガーで守ります。まあディガーは攻めカードでもあるんですけど、こんな感じでね防衛に使えるのもいい点ですからね。やべえ、このままガコムリいらんかなって言ったら、うん、マジか。逆に矢の飴知れたのでかくね。てか矢の飴ザップなの。いや5ぐらい出てきそうだけどな。矢の飴ザップならこれプリン最強みたいな。ババも最強。あれとこで突破できるのかな。さあアイウィズの範囲でやりたかったんですけど、まあ、ババが強いよな。しかもこれにここでディガーとホグ、いやいい、このダクプリの範囲をディガーですって、いいぞ。ババやれ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 、持ってる持ってる。あー着衣強え。まあこれフリーズですね。さすがにフリーズはさあ優秀です。いやこれだってフリーズとこれだけで守れるのめっちゃ強くない。一旦ババ最後、うっうっ、お前ゆっくりになんないホグ。あーなんか微妙なディガホグだなこれ以上ないぐらい微妙な攻めでしたねこれ。そういうこともやっちゃうよね。まあダークプリの範囲の方が理想だけど、一瞬アイウィズ全滅できるだけで、いや強っ。これあっちか一回消えるでしょ。どうぞ消えてほしい。 OKOK。 さあまあ1100までいってしまえば、なんか嫌だな。逆サイババホグとか やりたくなっちゃうな俺。うわーなんか嫌だな相手のプレーも。うわーなんかめっちゃ攻めてきてる。本当かいお兄さん。それはフリーズしてあげて、範囲で、アイウィズの範囲で。やべえ逆が、うおうお一致危ね、今ザップ間に合わなかったのかな相手。一致奇跡、危ねえ。まああれっすね、ディガーホグ飛ばすときにディガーにタワーのターゲットを取ってもらわないとホグが刺さんないですね。さあとりあえずディガーから入るか、キング起動されないんでね、やっぱこいつの強い点は。よいしょ。さあベビドラ、遅延スケラ、ゴレ、ラバー、何でもあるぞい。おー、これまた珍しい。まあペッカラメでしょ、知らんけど。いやこれディガーあったらマジで熱いんだけどな。出てくるでしょ、で踏むの、言うの。じゃあペッラムですね。はい、まあラムをこれフリーズ防衛しなきゃあの子止まってくれないんですよね。おお、やばいやばい、ヒットが打てたら来たっす。よいしょ。さあそしてしっかり範囲で、いてやめい。さあまあライトニングなのでまあ悪くはないですね。これファイボとかだったらさすがにタリウキエレキビビファイボっつって、いや無理無理ってなっちゃうんですけど、まあライトなら低めかがもれ、低めババ
フリーズ防衛からのがいろいろ強そうな気はしますね。さあ、低めプリンも強いがやっぱ削りたい。エレキベビーユキか。ガゴムレ、ガゴムレ刺さればマジで強いんですけどね、刺さんないとき結構辛いよね。相手がヤガアメとか持ってたらマジで泣いちゃうっすよね。デリーとかマザネクマジアチャですらきついのにみたいな。普通のベビーだ、厄介っすねこれ。いいベビーすぎて。さあ、まあババで守ってもいいんだけど、ババで守ってもらおう。おー、いいぞペッカ。さあベビードラはこの子に。問題は俺のダメージが通らん。あ、エレキとユキですねこれに。お、ライトニングなのでババ最強。いやベビドラ強いなマジ。ベビドラうまいっすね。いやーダメージ負けてんだな。ライトニング打ちたそう。これいっぱい残ってるからいってんじゃない。一発でかいさ、この一発マジでかいぞこれ。ブッパ来るっすね、フリーズボーイっすね。さあフリーズボーイが最強っていうことを相手に教えてあげる。いやマジ強い。でさあホグ飛ばして、やべ止まらん、止まるんかい。ライトニング来そう。さあライト打たれるぐらいだったらまだ耐えてはいる。お、これさ俺タイブレイクどうなの。リガーで削れるっていう。あーしよ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 し、さリガで削って逃げる。よーしよしよしよし、さ危ない危ない。さあフリーズやばいね。フリーズとこのババとかガゴムレの組み合わせが結構いいっすね。そのフリーズで固まらせてる間のやっぱガゴムレとかババって1秒間のダメージやっぱ高いのでね、たった数秒ではあるものの凍ってる間にほぼ溶かしてくれるっすね。 DPS が高いババガゴムレ瞬間火力マンっすね。さあギャングファイボー、ギャングファイボー、なんだこれなんだこればっかだな、なんだこれ。ああ、もうロイス、はい環境最強型のロイスね。これしかおらんやん。最初に当たったやつですね。お、でもちょっと違う。ファイボザップ。ファイボ。なんだ俺。コウモリメガゴキャン。ファイボザップ。ラバ。ラバっぽいな。全然違うな。いやでも取れてはいた。なんだこれマジでなんだこれ、わかんないっす。まあでもギャングコウモリとか呪文欲しくなるな。さあ何でしょうかこのデッキ。
分かる人いるかな。メガゴコウモリちゃん、ファイボザップっていうのはね、でもラバっぽいんですよね。はい、スパギでした。分かんない分かんないこんな。さあ、ギャングですら強いかな。気ぃつけなきゃ。ダクピドーン、さすがに近畿は許せん。うん、いや、いいよ。あー、それがいいスキットだな。全部いかれる黄色い軍隊、かわいそうね。まあでもこれも結局フリーズボーイですね。トリトンも入ってるの、すごい。強フリーズ許容できるんでね。こんなのってホグディガーじゃ終わらんの。まあディガーだけでいいか、多分終わらせられないんで。まださっきはガゴ群れなんで、今回はババでみたいな。さあ、プリンが残ってるんで、ホグだけ飛ばしてあげて、ババにタゲがいって、いいぞ、散らばってんな。お、結構呪文圏内ぐらいのフリーズしかねかった。攻め呪文飛んでこないですね。さあ、これもう終わりっすよね。相手なんもないじゃん。パッキーン。さあ、フリーズ防衛が強すぎる。やばいね。結局何でも守れるっすからね。読み呪文さえかわせばめっちゃおられた。さあ、この人は、そう、スパーキーだ。クランにも書いてあるけど、なんかいろんなスパーキー使う人だった気がすんな。それこそなんかエレジャイ巨スケみたいなイメージがあるっすね。さあ、アチャクイーン、まあ、アチャクイーンの時点で珍しい。さあ、アイスイザードさよなら。さあ、来ましたね、スパーキー。まあまあ、アチャクイスパーキーって珍しいっすよね。俺もめっちゃ暇なんだけど、どうしよう。マジ、このスパーキーもな、ゴブジェイとかで釣られるかな、結局。これは一発受けてからっすね、さすがに。こうすることによってこの後の、まあ、カウンターになれば理想ですけど、まあ、なんなくても、まあ、守ればするよ。さあ、左側1000まで削れて、まあ、右も3000なので悪くはないな。ミニペ使ってアチャキ使ってホグ行きたくなっちゃった。ああ、これ持ってねえか、俺の変なホグ。ここ守れるかな。無理か。いや、ジャイスパ組まれたら捨てるっす。普通に左ディガー飛ばして、うん、組まれなかった。おお、さあ、ヤンチートルネが来る。ファイボだったっすね。あと、まあどうせ、おー、ザップ、しかも
まさかのザップ予想外ですね。いやでこれちょっと折っちゃいたい。トリネザで5か。これダックプリに打たしてババだな。で狙いは右っす。これどっちも狙えるのはちょっと熱いな。うざくね、なんかこの散らばり。キングか。フリーズで着衣を。あれこれやばい、処理と言ってたの心の中で。どっちの攻めが通るか。いやとディガホグでフリーズ。いやフリーズ強えなマジ。さあ危ないし怖いしですが、困ったらフリーズ防衛を徹底するとなんとかなりそうな気がしましたね。オッケー。さあというわけでこちらの、まあ、ディガホグフリーズっていう結構奇抜なねデッキなんですけど、まあ、皆さんもねやってみてください。フリーズねマジ慣れてしまえば結構簡単ですし、やっぱ一発逆転とかも狙えるね、結構楽しいカードなんで皆さんもぜひやってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。